A5 ・ A 農林漁業成長産業化支援機構は政府系ファンドとして初めて業績不振による廃止となりますが所管する農林水産省は専門家による検証結果を発表しましたそれによりますと業績不振の最大の原因は6次産業化事業の成長性を課題に見込んで投資の規模に見合わない組織になってしまったことだとしています。 政府は300億円を出資しましたが最終的な累積損失は120億円に上る見込みです。